私は役に立ってみたかった。何か一つ私にしかできないことで、あの人たちの力になってみたかった。でもそれもきっと口実だ。私はいたたまれなかった。思いもよらず私に与えられた団らんの灯火、その温かさと何も持ち寄れない自分に、温かければ温かいほど自分の座はあるのかといたたまれず、不安で逃げ帰ったんだ。慣れ親しんだ冷たい囲いの中に、私は臆病で愚か者だ。ファルネーゼ様の婚礼の話はこれが初めてではない。まだ生徒にいた頃、ファルネーゼ様が16の時、親方様が霊に漏れずバンディミオン家のためと縁談を取り付けてこられた。しかしいつの頃からだろう、歪んだ形とはいえ、ファルネーゼ様が私に主従以上の思いを持つようになったのは、ファルネーゼ様は逃げ出そうとしたけれど答えることはできなかった。ファルネーゼ様は私の異母兄弟だった。偶然私はバンディミオン家当主の妾腹であることを知ってしまったのだ。父の、母の、兄弟の、私たちを縛る全ての首輝きから、なぜこの時逃げ出すことができなかったのか。ファルネーゼ様は屋敷に火を放った。婚礼は取りやめになり、鬼ごと恐れられ、修道院へ送られてしまう。やがて彼女は製鉄騎士団団長に任じられることになる。その格好なんとかならねえのか。魔女丸出しで目立ちすぎだぜ。私にはこれが普通なんです。ちょっとドロッピー、デリカシーなさすぎ。あの帽子も服もフローラの手作りなのよ。さて追っ始めるか。よう、遅かったじゃん。一晩もどこほっつけ歩いてたんだよ。で、どうよ船。ファル姉ちゃんは？船は手配できました。まあ、ファルネーゼ様は、ファルネーゼ様はもうここにはお戻りにはなりません。戻らない？ファル姉ちゃんが？どういうことだよセルピコ。どうすんだよキャスカ姉ちゃんの世話係。これを。この都市の貿易商ならば、どこでもこの書状を見せれば船一隻と必要な数の船員を手配できるはずです。当主のご息女であらせられるファルネーゼ様を当地まで無事お送りいただき、大変感謝しております。正式なお礼はまた改めて。それでは。待ってください、セルピコさん。おい、わけぐらい話したところでバチは当たんねえだろ。私の口から申し上げることは何もありません。お前とはもう一度やってみたかったぜ。もうその理由もありません。なんだかなあ、あんだけ一緒に視線をくぐり抜けてきて、
挙句が理由も告げずに紙切れ一枚ではいさよならか。何か言えない事情があるのだと思います。さっき一瞬手に触れた時、ファルネーゼさんの悲しそうな面影がよぎりました。セルピコさんの戸惑いも。人の事情に首突っ込むのは趣味じゃねえが、確かにすっきりしねえな。よし、おちびども、おめえらに頼みがある。エルフにしかできねえことだ。ファル姉ちゃんが婚約？本当なの？イバレラ、本当も本当、たった今相手を見てきたんだから。そいつと結婚すっから俺らとはもう旅はできねえってことか？逆だな。船を手配する見返りに婚約を持ちかけられた。そんなところだろ。貴族の政略結婚なんざごく当たり前のことだ。ましてやあいつは押しも押されぬ大貴族のご令嬢と来てる。で、どうすんのよ。あいつが自分で決めたことだと言いたいところだが、決まりだ。キャスカのおもりとうまい飯の代価が船一過ぎってんじゃ、どうにも割に合わねえ。海辺で私たちを襲った使い魔と同じ禍々しい斧を感じます。あんなもんがここに潜り込んだとなると急いだ方が良さそうだ。呼び立てして申し訳ありません。残念ですが、皆さんをファルネーゼ様に会わせるわけにはいきません。僭越ではありますが、あなたの望み今この場にてお受けいたします。セルピコさん、いいぜ。ガッツさんまでどうしちゃったんですか？思い詰めてのことだろう。決着つくまでお前らそこを動くな。まさか本気で切り合うわけねえじゃんか。寸止めだ寸止め。この列柱の間は柱の森と呼ばれていて、間隔が通常よりも。少々鬱陶しいでしょう。その体験にはあなたとは真っ当にやったところで勝てる気がしませんので、あしからず。相変わらず食えねえ野郎だ。セルピコのやつ、ガッツの兄ちゃん相手に魔法のフードもなしであんなに。どうしてこんな。やりやがる。
ガッツさん、あなたはファルネーゼ様に会って、それでどうなさるおつもりですか？わからねえ。とにかく会う。そう決めた。つくづく出たとこ勝負の人ですね。つうことで行くぜ。急ぐんでな。なあ、さっきのあれマジだったのか？マジで切り合ったのか？ああ。手抜けるほどあいつは弱くねえ。剣士ってのはそういうもんだ。確かに本気ではありましたが、暗黙の条件に乗ってくれた上でのことです。剣で果たし合いを挑んだ私には、たとえどんな不利な状況であろうと剣で応える。さっきの化け物が気になる。うずぐずしてると置いてくぞ。化け物？この町が近いうち戦場になるってことだ。ファルネーゼが危ねえ。行きましょう。私がご案内いたします。あのでしたらセルピコさん、これを。シルフェも持ち主の元に帰りたがっていたようです。海辺で切った使い魔を操っていた術者たち、あれは間違いなくクシャーンでした。もしかしたらあの襲撃は今回の戦と何か関わりがあるのかもしれません。例えばクシャーンがそうした術者を石膏や先兵として使っているのだとしたら、話は後だ。早いとこ片付けるぞ。分かってます。術者はもう見つけています。ここにはお前の親兄弟がいる。お前の見知った貴族の世界だ。ここがお前の旅の終着地か？いいえ、この石のカゴの中でようやく分かりました。ここは私の戻る場所ではない。もう昔に旅立った場所なのだと。ただ懐かしくて立ち寄ってみた、それだけです。よっしゃ、これで元通りだぜ。さあ、面倒が起きる前にずらかるとするか。終わりではないぞ。死と告げる。要はクシャン帝国大帝ガニシか。ただいまこの場をもって異教と共に対し宣戦布告を申し渡す。その方らが目にした幻、それは今宵より続く終わりなき悪夢の始まりと知れ。なんだ今のでかい顔は。邪悪で巨大な魔力を感じました。あれはレイジの館を襲った者たちと同じ人外の魔物です。使徒が王だと。あれも奴の配下の一匹なのか。この戦
奴が関わっているってことか。おい見ろよ、空が赤く。まさかクシャーンが。ここには私の肉親がいるんです。どうか。あったよ、やれやれ、とんだ慈善事業だぜ。街中混乱していて、オドを読むことが困難ですが、術者の気配をかすかに感じます。ひるむな、引いてはならん。この地区を死守せよ。こいつらまやかしなんかじゃない。誰か助けて。こういうドラ猫、猫じゃらしがいるか。援軍か。助かった。俺は仲間の援護に回る。倒さないと終わりません。一刻も早く見つけないと。Thank you.
だ。面倒なことにはならなそうだな。見事と申さねばなるまい。しかしその方らは
ただの戦士ではない。貴様もしや我が宿敵鷹の配下の者か。そいつは一番笑えねえ冗談だ。今となっちゃふざけろ。俺は正真正銘骨の髄まで人間様だ。てめえら化け物どもと一緒にするな。そうであったか、面白い。そうか、貴様烙印を刻まれし者か。貴様に一つ提案がある。その方、世の配下に加わらぬか。この世界におけるほぼ全ての使徒が現在鷹の旗のもとに集結している。当然その中にはおるであろう。その方に烙印を刻みし者が、世は混沌のるつぼの覇者。我が愛しき織田国に手をかけし者は、たとえそれが神であろうとも怪我し犯し蹂躙する。その方の憎悪に濁りし血を我が覇道の結露に注ぎ、鷹とその光に群がりし虫どもをどす黒き血の海に沈めよ。貴様の心臓はそのためだけに鼓動を刻んでおるのであろう。こいつは驚いたぜ。ゴッドハンドに立てつく使徒がいたとはな。さしずめ飼い主に噛みつく狂犬ってとこか。いいね、嫌いじゃねえぜそういうの。けどな、ワーリーがこちとらそんな暇じゃねえんだ。バゲモン同士の喧嘩なんぞ俺の知ったことかよ。他を当たりな。ガッツさん、よかろう。ならば我が妖獣どもの命、貴様の命をもってあがなってもらおう。俺はあのデカブツをやる。一難去ってまた一難、つうかどんどん状況悪化してくぞ。知れません。現れおったな、光の鷹に群がる虫ども。おざかしい。
火にたかりしはむしめる。図が高い。焼け焦げ伏せよ。魔物を抑えないと先生やキャスカさんが。
あえず礼は言っとくぜ。船に乗ってしまえばこちらのものです。彼らも海の上までは追ってこないでしょう。ガッツさん！時間稼ぎだ。無茶はしねえぞ。断じて奪われるものにあらず。世は不滅の魔王、焦げ食いるがよい。全てを奪い尽くしてくれ。世は大帝、王の中の王。この地上を最も多く踏みしだき蹂躙せし者、全てを奪い尽くしてくれ。
なる者どもよ、貴様らな、我が手のひらに這い回りし虫も同然。貴様らの目的が果たされることはない。おとなしく我が軍門に下るがよい。決着をつけるのではなかったのか。立ち上がってみせろ。できぬというならし合うまでもない。引き裂き食らうまで。貴様との試合、次の機に預ける。存分に血を浴び合える時が来るまでな。用は済んだ。待ちやがれ。貴様らがここにいるってことは、奴もグリフィスも近くに来てるってことか。その答え聞いてどうする。そうだとしたら戦うというのか。これから乗り込み我らが主と。ならば話は別だ。たとえ貴様の足腰が立たずとも、我ら全軍をもって貴様を百の肉片に刻むまでよ。ここまでです。化け物同士の喧嘩なんて知ったことではない。そうですよね。だな。
つうことだ。こっちにも用はねえ。とっとと失せな。失わない。